2005年ドイツグランプリは2005年 F1 世界選手権の第12戦として2005年7月24日にホッケンハイムリンクで開催された。ポールポジションを獲得したキミ・ライコネンはスタートから最初のピットストップまで首位を維持した。一方チームメイトのファンパブロ・モントーヤは予選最終コーナーでスピンし19番手スタートとなった。しかしながら最速ラップを重ね9番手まで上昇する。ライコネンは35ラップ目に油圧故障に襲われマシンを止めることとなった。これでライコネンはホッケンハイムでのレースを5年連続リタイアで終えた。代わって、フェルナンド・アロンソが首位に躍り出た。ミハエル・シューマッハとルーベンス・バリチェロは、ブリヂストンタイヤの耐久性に苦しめられ、特にソフトコンパウンドを選択したシューマッハが顕著であった。ジェンソン・バトンがシューマッハをかわして2位に上昇したが、その後ピットイン、モントーヤが2位となる。モントーヤは2度目のピットインまでバトンを抑えた。最後の数周でタイヤの垂れに苦しむシューマッハをジャンカルロ・フィジケラがかわし4位に入った。アロンソはシーズン6勝目を挙げシリーズポイントでも2位のライコネンとの差を10から36へと広げた。またバトンは今シーズン初の表彰台となった。ジャック・ビルヌーヴは第1ラップでバリチェロと第4ラップでロバート・ドーンボスと第27ラップでティアゴ・モンテーロと接触した。ありがとうございます。